ジャイアンツ馬場、夜中のお客さんからも馬場馬場の声援であります。さあ相手はキラー東若又、一度は PWF のベルトを奪われました。そしてハリー・レイス、ダブルの攻撃に出てまいります。外人軍団ハリー・レイスとキラー東若又であります。得意の左のアッパーブローをまず突き上げました。キラー東若又のこれに同調。さあブレンバスターナ得意のバーディカルスープレックス、やはり値千金ハリー・レイス独特の打ち方ですね。竹内さん全くその無理なく持ち上げてますからね、竹内さんも時々大学のプロレス研究会などには招かれるようですけれども、大学生の間でこの元世界チャンピオンハリー・レイスの好きな人たちが非常に多いですね。特にですねプロレスマニアですね、2と言われるファンの中にですねこのレイスのファンが非常に多いですね、そうですね。どうでしょうか、小中学生に好かれるよりもむしろ大学生のプロレス愛好者に好かれるという点、ハリー・レイスこれ何を物語ってるんでしょうね。やっぱりこのレイスのうまさをですね真に理解できない、大学生クラスまで行かないとですねなかなかやっぱりこの真のレイスのうまさってのは理解できないんじゃないですかね。ああなるほどね、そうですか。さあジャイアント馬場とハリー・レイス、過去数々の名勝負がありました。相手はハリー・レイス、馬場が動き出しました。まず16問を受けます。ハリー・レイスも立ち上がりました。おっとダブルチョップだ、ダブルチョップだ、ジャイアント馬場、さあ間髪を入れず今度は逆水平、後ろに回った川津掛けだ、川津掛けから川津落とし、いい方豪快に決めました。ジャイアント馬場そのままカバーの体勢、ハリー・レイスからピンを奪うか、キラー・東若又が前から出てまいります。さあハリー・レイスと東若又のコンビネーションプレーはどうでしょうか。今度はハリー・レイスの逆襲であります。さあまずはパイルドライバー209センチ145キロドセーンと落とします。この打ち方もまた違いますね。ちょっと待ってください。そしてヘッドバット、ダイビングヘッドバット、さあ鶴田間に合うか、この流れです。さあジャイアント馬場一旦はキャンバスに頭をつきましたけれども、さあ外人軍団はハーリー